こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。輸出規制から不買運動による脱日本を掲げ、日韓関係が良好になっていますが、日韓外交当局の局長級協議で日本への入国を要求し、非常に残念なことですが、ここに来て韓国人留学生の入国許可を認めたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本経済新聞は、日本政府が事業目的の短期滞在者や留学生、技能実習生の新規入国を相手企業や団体が行動管理を徹底するという条件で許可すると報じた。日本政府が入国規制緩和策を公式発表し、今月中に新規ビザの発給を始める計画だ。観光客は入国緩和の対象から除外される。日本政府は安全性などを考慮し、段階的に外国人の入国を許可する計画だ。これまでは10日間自主的に隔離しなければならなかった。海外出張から帰国した日本人の隔離期間も3日に短縮される。日本政府は今年1月、世界的に変種ウイルスが流行したことを受け、外国人の新規入国を全面禁止した。以後、長期滞在資格所持者と日本人の配偶者などに限って例外的に外国人の入国を認めてきた。外国人の新規入国を認めるのは10ヶ月ぶりのことだ。日本の入国規制のため、10月1日基準で37万人以上の外国人が入国できずにいることが分かった。このうち 70% が技能実習生と留学生であるため、人力及び学生不足に苦しむ農林水産業者と大学は外国人の新規入国許可を求めてきた。それではネットの反応です。観光もお願いします。早く日本に行こう。ついに日本の学校を実物で見れるんだね。留学生新規入国許可とても嬉しいです。一般の会社員も送ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。